では、たまだるっこしい。アリス、俺っちが代わりに言ってやる。おい少年、アリスがトリックオアトリートだってよ。そう、今日はハロウィンだ。少年、よくわかってるじゃねえか。それで、アリスがお前にお菓子を渡したいんだってよ。さっきの言葉と矛盾してるが、まあ気にすんな。挨拶みたいなもんだ。ほらアリス、早く少年にあれを渡しな。アリスが心を込めて作ったクッキーとぬいぐるみだ。今回はハロウィンにちなんでかぼちゃのぬいぐるみだってよ。どうだ、かわいいだろう。アリスの精一杯の贈り物だ。受け取ってやってくれ。それとだ、アリスがもう一つ少年に頼みがあるんだと。あのな、大丈夫、ジュポンって言えるか。なら頑張れ。あの一生返そうしてだそうだ。受けてくれるか。そう言ってくれると思ったぜ。じゃあよろしく頼むな。ありがとうございます。おー、アリスよく似合ってるぞ。短い、やだ。何言ってんだ。俺っちが可愛いアリスのために選んでやったのに。こんなの頼んで、チェー、すねるなよな。なあ少年、アリスの格好似合ってるよな。ほら少年も、めちゃくちゃ可愛い、惚れそうだってよ。人形、嘘つき。嘘じゃねえってな、少年。な、少年も嘘じゃねえって言ってるだろ。やだ、恥ずかしい。よし、それでだ。もう一つ少年に頼みがあるんだ。この格好でアリスと一緒に街の仮装行列に参加してくれねえか。アリスが行ってみたいそうなんだが、この調子だろ。少年が一緒ならアリスも楽しめるんじゃないかと思ってな。あのご迷惑かけなさい。本当ですか、一緒に。よかったなアリス。少年、よろしく頼むぜ。嬉しい、よろしく。